показать зрелищный бой, чтобы не разочаровать. やっぱりファンの皆さんのことは大切だと思いますし、やっぱ見応えのある試合、見応えのある試合、そして彼らをがっかりさせない試合の内容を披露したいと思います。お返ししますけど、練習パートナーというか、あのフョードル選手が前回のロシアの大会の、非常に苦戦しましたけれど、今回ベラトールに参戦が決まりました。リラトール、はい、それはフィオドル選手ですか。そうですね、はい、でフィオドル選手と今練習をされるようなことがあるのか、それとされているんだったらどのようなコンディションか。いつもしぶたばしかやぼうぐり、プロスタバシカレがフィオドルメディアネン、あつの仕事、ウジェプラスグレニーゴ、オムジェ、アベラレシェノ、イブラアプレジェレノ、オムサブライチェス、ピーマツウチェスチェ、サルビナバーニャ、ビオト、ビラトール。И, наверное, в течение вот этого времени вы готовились вместе с ним, да? И как часто вы готовились вместе с ним, и какие советы Федор вам дали и дают? Ну, сейчас у нас с ним разные этапы подготовки были. У него, у нас больше специальная выносливость. А у него ему надо было поднять общую выносливость. И поэтому мы тренировались чуть по-разному, но он контролировал. まあ、最近のこの最近の数ヶ月というのは、フィオドル選手も私は、まあ、私自身はもういわゆる、まあ、筋力アップというか、要するに耐久性をつけるため の, もうトレーニングというのをもう主にやってきましたし、フィオドル選手は、やはり全体的ないわゆる、まあ、持久力を高めるということを、まあ、主にやってましたので、そのトレーニング の, そのメニューというかちょっと違ってましたので、できるときはもちろん一緒にトレーニングしましたけれども、それぞれは自分の、まあ、勝利に向かっての、まあ、特別プログラムでやっていきたいと思います。他に質問ありがとうございます。相手のアリソン・ビセンテ選手に関しては情報とか映像とか見るのかな。Вадим, скажите, пожалуйста, значит, ваш соперник Алисон Винсенте, да, вот вы изучали его стиль боя, или вам удалось посмотреть какое-то видео его боя? В Ютубе есть один или два боя, если не ошибаюсь. Да? Там не особо получилось понять, какие его сильные стороны. Будем уже во время боя определяться. この試合は、まあ、ビデオで見ることができたんですけれども、まあ彼もやはり、非常に強い面というものをよく気をつけて、そして実際戦ってみたら、その戦った中で、自分が取るべき、いわゆる、その作戦といったものも決めていきたいと思います。とても良い選手だと思います。大丈夫でしょうか。大丈夫でしょう。最後に入り込んで。